どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アメリカンエキスプレスのクレジットカードにホテルオファーがね来ておりますので、本日はねこちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで今回ですね、アメリカンエキスプレスのクレジットカードのオファーということで、いつものごとくですね、こちら先着っていう風になっておりますんで、この動画見られる前にですね、ひとまずね、アメックスのアプリね、開いていただいて、オファーね、エントリーしてからですね、この動画ね、見ていただければなと思います。で、今回ね、このオファーが来ているのが、私はね、こちらのアメックスプラチナカードと、あとね、ANAアメックスゴールドカードと、あと、ビジネスゴールドカード、こちらにね、来ているっていう風になりますんで、まあ、おそらくね、今日お昼ぐらいにですね、アメックスからね、メールも届いておりましたんで、まあ、カード保有されている方はですね、多分ね、全員の方対象になってるんじゃないかなと思うんですけども、アメックスのね、プロパカードと、あと ANA、あとデルタ、あとスカイマイルか、ここら辺持ってる方はね、多分来ていると思うんですけども、まあ、もしね、来てないよっていう方いらっしゃいましたらですね、ぜひね、コメントいただければなと思うんですけども、今回のオファーもですね、注意事項ねちょっとありますので、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではですね、今回のホテルオファーなんですけども、3つのホテルグループがねオファー来ているっていう風になっておりまして、フォーシンズホテルですね、で IHG、 あとヒルトンっていう風になっておりまして、この3つのねホテルグループのオファーがね来ているっていう形になります。で、全体的にですね、事前登録期間が2022年の5月31日までにね、こちらエントリー必須っていう風になりまして、またねこちら先着っていう風になりますんで、先着人数がね到達するともうエントリーがねできないっていう形になります。またね、宿泊期間が2022年の5月31日までっていう風になります。で、もうねこちら利用することができるようになっておりますので、まあ、5月いっぱいまでね利用することができるということで、ゴールデンウィークなんかもですね利用することができるっていう風になりますんで、まあ、かなりいいですよね。それではね、詳しく見ていきたいなと思うんですけども、まずね、フォーシーズンズホテルなんですけども、対象施設にて合計4万円以上利用していただくと、8000のね、キャッシュバックが受けれるっていう風になります。こちら、事前登録人数1万名っていう風になっておりまして、複数回のね、利用も OK っていう形になります。で、対象ホテルはね、国内のみっていう風になっておりまして、予約自体はですね、公式サイトで予約されたもので、かつ、フロントデスク決済ね、されたものが対象っていう形になります。またね、ホテルでねレストラン等々を利用した分もですね、フロントデスク決済であればこちら対象っていう風になるわけなんですけども、フォーシンズズホテル大手町はですね、オンラインでね予約することができるそうなんですけども、こちらのねレストラン利用分は対象外っていう風になっておりますんで、レストランね利用される方は直接ね予約してですね利用ねするようにしてください。またね、今回のこのオファーなんですけども、フロントデスク決済がね必須っていう風になりますんで、まあ、オンライン事前決済プランみたいなのがねもしあった場合ですね、こちら対象外になるっていう風になりますんで、こちらね注意してください。で、対象ホテルと対象レストランですけども、公式サイトね概要欄に載せておきますので、詳しく見たい方はねぜひ見ていただければなと思うんですけども、フォーシーズンズ東京大手町と丸の内、またねフォーシーズンズ京都もですね、こちらね対象っていった形になります。それでは次ね、 IHG ですね、対象ホテルで3万5000円以上利用していただくと7000のねキャッシュバックが受けれるっていう形になります。で、こちらもですね、複数回のね利用合算も利用可能っていった形になっておりまして、事前登録人数は1万8000名っていう風になります。で、対象はですね、日本国内の IHG っていう風になっておりまして、フォーシーズンズホテルと同様にですね、レストラン等々もね、利用した分もこちらね対象になるわけなんですけども、フロントデスク決済がねしたものが対象っていう風になりますんで、この点はね注意してください。で、こちらはですね、対象ホテルっていう風になっておりまして、こちらも概要欄に載せておきますので、かなりね数がありますんで、ちょっと読み上げはねしないんですけども、もしね利用される方はですね、ホテル名あるかねチェックしてからですね利用ねするようにしてください。それでは次ね、ヒルトンホテルですね。こちらは対象施設にて4万円以上利用していただくと、8000円のキャッシュバックがね、受けれるっていった形になります。こちら事前登録は3万名限定っていう風になっておりまして、ヒルトンホテルはですね、複数回の利用は合算 OK なんですけども、複数のホテルをね、利用してそれを合算するっていうのは対象外っていう風になっておりますんで、ヒルトンホテルではですね、一つのホテルで複数回利用していただいて4万円超えたらねキャッシュバック受けることはできるんですけども、複数のホテルをね利用してそれの合算で4万円超えても、こちらねキャッシュバック対象外になるっていう風になりますんで、まあ、何件からねヒルトンホテルを回っ
って4万超えたらキャッシュバックを受けるみたいな、そういった使い方はですねできませんので、この点はね本当にね注意していただきたいなと思います。またねこちらは公式サイトで予約していただいて、フロントデスク決済されたものがね対象っていう風になりますので、ヒルトンホテルにはですね事前決済プランっていうのがありますけども、こちらね対象外になりますんでご注意ください。またねレストランの利用分もですねフロントデスクでね決済していただければ対象っていった形になります。それでは次にですね、対象ホテルなんですけども、こんな感じになっておりまして、ヒルトンニセゴビレッジから、ヒルトン沖縄セソコリゾートまでね記載がありますけども、こちらねヒルトンアメックスに来たオファーと同じようにですね、ヒルトン成田、あと六京都、あとキュリオ軽井沢、こちらの3つのホテルはですねこのキャッシュバックオファーね対象外っていう風になっておりますんで、この点はね注意してください。今回ねヒルトンアメックスにもヒルトンホテルのねオファーが来てて、まあ他のカードにもねヒルトンのオファーが来るっていうことで、まあかなりねびっくりなんですけども、まあヒルトンアメックスの方に来ているヒルトンホテルのオファーはね複数回の利用 OK っていう風になっておりますんで、まあいろんなホテルね回ってキャッシュバック受けることができるんですけども、今回ね来たこのヒルトンのオファーはですね複数施設の利用がね NG になっておりますんで、まあここでねちょっと差をつけてるのかなっていう風に思うわけなんですけども、今回のねオファーは4万円利用すると8000円のキャッシュバックということで、ヒルトンアメックスの方のねオファーは2万円超えたら5000円キャッシュバックなんで、やはりねヒルトアメックスの方にね来ているオファーの方がねかなり強いっていった形になりますよね。ということで今回ですねアメリカンエキスプレスのクレジットカードにホテルオファーがね来ましたので解説やらせていただきましたけども、いやね来ましたね。今年はね来るのか来ないのかどうなのかななんていうふうに思ってたんですけども、まあ、ちょっとね期間は5月31日までということで丸2ヶ月ぐらいしかねないんですけども、まあゴールデンウィークもね挟んでおりますし、かなりね利用しやすいのではないのかなと思います。またねアメリカンエキスプレスのねクレジットカードは年会費がね結構高いので辛い部分はあるんですけども、このねアメックスプラチナカードにもね先日まあ動画にはしなかったんですけども、オンライン 10% キャッシュバックオファーもね来ておりまして、まあ保有されている方はぜひチェックしていただければなと思うんですけども、そのオファーもですね対象がヤフーショッピングとかペイペイモールとかペイペイフリマとかね、まあそういうものとアップル ID の入金とかもね OK っていう風になりますんで、アップル ID のアカウントにね5万円チャージしたら5000円キャッシュバックっていうことなんで、5万円チャージすると4万5000円で済むみたいなね、まあ、そういったオファーも来まして、このオファーもね結構お得にチャージできて、今ねアップルウォッチが欲しいなと思ってアップルギフトカードね貯めてたところにこのオファーが来てね、かなりありがたいなっていう感じなんですけども、まあ、こういった感じでねこのアメックスのねクレジットカードはオファーがね結構来ますんで、ここでね回収できるのはねかなりいいですよね。またねこういったオファーね来ましたらまた動画解説ねしていきたいなと思いますので、ぜひねチャンネル登録しておいていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。